オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響き先生です。 Bonjour、 こんにちは、アンサンブル講師の響きです。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。先週から大雨が降ったり、7月並みの猛暑になったりと奇妙な空模様が続きました。そしてそろそろ6月、雨の季節になりますね。僕も傘を買い直したので準備万端です。さて、日本語には春雨やさみだれなど雨にまつわる言葉が多くありますが、フランス語にも雨に関するユニークな表現があります。僕が以前住んでいたブルターニュ地方も雨が多い地域で、降ったり止んだりという天気がしょっちゅうだったのですが、当時知ったのが雨に関するこんな表現です。 Il pleut comme vache qui pisse。Il pleut comme vache qui pisse. Il pleut comme vache qui pisse. 直訳すると、牛がおしっこするように雨が降るとなります。あまり上品な言い方ではないですが、これで土砂降りという意味なんですね。ひょっとしたらどこかで耳にする機会があるかもしれません。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響きがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は4月に開催された第5回アンサンブル 100% 活用選手権にて、スタッフが選ぶ特別賞に選ばれましたエントリーナンバー14番タチアナさんにご投稿いただいた、アンサンブルのレッスンを最大限に活かした効果的な学習方法をご紹介します。それでは今日のレッスンを始めましょう。先ほどの例のように、フランス語には動物が出てくる表現が数多くあります。今日はその中でも僕のお気に入りの表現を皆さんにご紹介したいと思います。まずは読んでみましょう。 Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons.Revenons à nos moutons. これは直訳すると、私たちの羊に戻りましょう。ですが、さっぱり使い方がわかりません。一体どういう意味なのでしょうか。この慣用句の由来は、15世紀に発表された戯曲、La farce de Maître Patelin.まで遡ります。弁護士であるピエール・パテランは狡猾な人物で、ある織物商人からお金を騙し取ったのですが、その商人はさらにとある羊飼いに羊を盗まれてしまいました。そしてこの羊事件の裁判で羊飼いの弁護人についたのが他でもないパテランだったのです。商人は羊泥棒の横に自分を騙した弁護士がいることに気づき、落ち着かなくなります。そこで裁判官が一言、
revenons à nos moutons 羊に戻りましょうと言ったのです。思い返せば今は羊事件の裁判でした。パトランとのいざこざの話は関係ありません。つまり裁判官は羊に戻ろうということで、本題に戻りましょうと言ったのですね。Revenons à nos moutons。本題に戻りましょう。話が脱線してしまった時にぜひ使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響き先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部は、アンサンブルスタッフのミキがお送りします。今回は、今年の4月に開催された第5回アンサンブル 100% 活用選手権にて、スタッフが選ぶ特別賞に選ばれました。エントリーナンバー14、タチアナさんのご投稿をご紹介させていただきます。まず、タチアナさんがフランス語を始めたきっかけですが、初めてのパリ旅行だったそうです。必要最低限のフランス語でも、現地でコミュニケーションが取れたことが嬉しく、フランス人ともっと話せるようになりたいと思ったことが、本格的に学習を始めるきっかけとなったようです。その後、長年独学でフランス語を学んだタチアナさんですが、独学の限界を感じ、去年の9月からアンサンブルでマンツーマンレッスンを受講されています。当初はどのように学んでいくか悩んでいたそうですが、担当講師から快適なゾーンを抜け出すことが大事という言葉とともに具体的なアドバイスをもらえたことで、学習の道がついたそうです。その後はデルフ・ベイドゥ合格という明確な目標を立て、試験対策に取り組んでいるそうです。また、アンサンブルのレッスンでは、あるテーマについて自分の考えをフランス語で書き、レッスンで講師に添削してもらい、さらに、その話題について講師と話し合う、というレッスンも受講されています。自分の意見を的確なフランス語で表現できるようになる、というのは、学習者全員の目標であると言えますので、ぜひお手本にしたいですね。そして、レッスンは受講だけでなく、予習、さらに復習が重要だ、とタチアナさんはおっしゃっています。復習は学びの要、命だとお考えになり、その具体的な復習方法を非常に詳しくご紹介くださいました。他にも、フランス語学習への取り組み方として、何時間勉強するかより、どれだけ集中して確実に身につけるかという量より質の学習を目指していらっしゃるタチアナさん。アンサンブルで定期的にレッスンを受けるようになったことで、独学の時代よりも学習にメリハリとリズムがつくようになり、フランス語が少しずつ上達してきていると感じておられるそうです。好きで学んでいるフランス語を母語である日本語のレベルに限りなく近づけたいという思いから日々前向きに学習を続けているタチアナさん。そのひたむきな姿とフランス語への愛にスタッフ一同心を打たれ、
今回スタッフが選ぶ特別賞に選ばせていただきました。さて、本日ご紹介させていただいたタチアナさんのご投稿内容はごく一部です。すべてご覧になりたい方はアンサンブルが運営しているコミュニティサイトクラブアンサンブルより第5回アンサンブル 100% 活用選手権エントリーナンバー14タチアナさんのページをご覧くださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。